はい、ということでですね、こんにちは、小平でございます。ということで今回はですね、今回はですね、まあね、こちらにもあります通りね、特等生勧誘ね、新規勧誘がですね来ました。でですね、まあこちらにも今ねバンバンと出ましたけれども、今回ようちゃんですね、今のところ出てる、新規のですね、やつは今出てましたのがちかちゃん、かなんちゃん、あとヨハネも出てましたね。で SSR には今回リコちゃんが来ました。これでね、またね SSR でねリコちゃんが来たということでね、まあこれ何としても回収したいなということで、まあでですね、UR リコちゃんに関してはチアガール編しか出してないという。でしかもチアガール編をね今のところ6体出してるという偉業を成し遂げているわけなんですけども、 SSR に関しては一応全員持ってるんですよ。まあなのでね、できれば SSR は常に出し続けたいなみたいないうのはありますのでね、まあ出していきたいなと、まあ今回もね。でですね、今回ね、リコちゃんお下げ髪を二つにねこう分けてねこう結んでるという非常にね今までじゃないような感じのイラストだったんでね、まあこれ何としても欲しいなということで回していきたいなと思います。でですね、まあ今回ね、石は今のところ171個あるんですけども、これは使いません。はい、こちらにね、用意してありますこちらの勧誘地形、まあ、とりあえずはね、このね、一個、勧誘地形ありますので、これ使ってね、回していきたいなと思います。まあ、SSR がね、出せればいいかなと思ってるんですけど、またね、SR と R のね、大量に出ちゃう、あれが、まあ、来そうで、あれなんですけどもね。チケットだよね、チケットだよね。あ、大丈夫。よし、行こう。ほっ。お願いします。頼むでござる。頼むで、何今の新規？いや SR のリコちゃん嬉しいんだけど、ちょっとこれちょっとほんとさドブりすぎじゃねえ俺。だってまずさ、この SR の桜内さん SR1 枚しか出てないんですよ。ほんとね、まあ、最近全部そうなんですけど、ドブライブすぎてやばいです。これはね、ちょっとね、ひどい。何もできないなんて諦めたらダメだよね。と言われたから、まあ、今ね、一瞬映ったと思うんですけども、購入しました、月始めセット。あれ、月始めセット、あるかな。そう。このね、まあ、SR 以上確定勧誘、これはね、まあ、いいでしょう。はい。とりあえずね、またね、11回。引きたいなと思います。あんまりね、ここでね、石使うと、次でいいね、UR リコちゃんが来た時に、対応できなくなっちゃうから、使いすぎはやめます。ここで、出てくれたら、これで出てくれたら、ありが、ちょっと待って、ひどくね？ちょっと、出なさすぎで、やばい。っていう。マジで？ひって、ここまでさ、今までさ、俺結構ひどい、ドブライブだったんだけど、ここまでひどい仕打ちってあります？ SR1 枚だけという、この、なんて言うんだろう、もう、お前が引くんじゃねえよみたいなね、言われてる感じ。いやー、石を、まあ、一回、本当に一回だけです。石をね、100個っていうのはとりあえず維持したいので、はい。引きます。はい。お願いします。まあ、お願いします。ちょっと待って、これ、やばない？俺、ある意味すごいんだけど、SRO1 枚しか出してない記録、更新したんじゃね？ちょっと待って、
ちょっと待って待って待って、あのさ、ちょっと見て見て見て、ちょっと思い切って課金して一回引いたんですよ。そうしたら出たっていう、うん、やっぱりね、動画回さない方が出ますわ。リコちゃん覚醒、ほっ、おー、かわいい。すいません、ガタンつっちゃったね。